荒木さんなんかはその選手とあのサポートされるときに、選手自身には言語化は求めるんですか、うん、そうです、まああの話を聞くっていうのが、うん、なんていうんですかあの主、主になってくるから、こちらからあまり言わないですよね。うん だから本人がまあ喋らないっていうかあまりこう、えっと、面談をしてても喋らないあのっていうか喋れないんでしょうね多分。だけど、えっと、それがこう、えっと、自分でんっと気づくこととかこれはちょっと言っといてもいいなっていうようなことがあったら喋り出してくるから。 うんあのー、反対にものすごくよくしゃべる子もいるし、そんなのちょっと関係ないだろうなっていうようなことも、どん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 しゃべっていくこともあるし、それはもう相手のペースに任せてますよ。だから、こちらからどうっていう話ではないと。で、それについて僕らが、えっと、共感していくっていか、えー、っとか、理解していくっていうことですよね。だかかからららこちらからほとんどこっていうか、えっと 答えは出さないですよね。聞いて、あ、そうですか。じゃあ、どうしたらいいのとかっていう話になってくるから、えっと、主体はやっぱり、えっと、選手ですよね。で、喋る、選手の喋るペース、選手の言葉の多さ、少なさは、それはもう本人任せにしておりますよね。だから、ずっと沈黙の時もあるんですよね。<laughs> そういった時に、なんか、 冷やしてあげようみたいな言葉はないいやそれはテクニックとしてあるんですけどね、うん、それやっちゃうと今度はそ,それがあのメインになってしまうから、うん、だから僕としてはあまり自分からこう誘い水みたいなのはかけたことはあまりないですよね。うんうん、だからなんていうんですか、うん、プレイのことに関してはやっぱり本人が一番よく知ってるわけだから、うん、本人にえっと喋る。 っていうか本人が話す言語化していくっていうことがすごく重要なことで、うん、その中で話してる中であ今度はこういうこととかこういうこととかっていうのが自分で感じていくようになって、うんえー、そういうふうに、えっと、感じてもらうことが一つでも二つでもあれば次の で、この間言ったことをどうだったやってみて言ったいや、実はやってないんだとかって言ったら、なんでっていう話になってきて、あの、<laughs> やる気がなかったとかっていう話になってくると、じゃあなんで、ね、やる気がなくなったのとかっていうことで、本人に整理させていくっていうことが、うん、あの、大切かなと思うとは思ってますけどね、うん。なるほど。いや、今、あの、結構深くマンツーマンやってる選手だっ だったりとかすると、あの、ちょっとまあ僕、毎日一緒にいるわけじゃないので、月に多くても1回とか、で何、何数ヶ月に1回だったりとかすることが多いんで、時に、まあ親御さんがバドミントンの専門家じゃないことの方が多いわけなんですよね。時によく、今日のプレイどうだったのとお母さんが試合の内容とか聞いたりとかすると、いや、お母さん、バドミントンはわかんないじゃんっていうふうに言われるんだけれども、あの、いくつかのプレイの中で、 お母さんに、僕が解釈したやつをやってると、やっぱりお母さんが正解にたどり着くんですよ。お母さんの方が先に。で、ほら、ね、だからね、ちゃんとね、やっぱ伝わるんだよ。つ <laughs>、ね、だから、あの、わかんない人に伝えるような、伝え、振り返,り振り返り、お母さんがもう素人、わかった、あれわかったつもりにな,なるんじゃなくて、お母さんせっかく素人だから、なんでそこにそうしようとしたのなんで、あの、あ、そうしなきゃいけないと思ったのなんだそこで、あの、 顔色変わっちゃったのみたいううな感じで、どんどん聞いてってあげて、それに対して、あの、ほら、分かってないから答えられなかった振り返りをしてごらんよみたいな感じだったんですけども、だから、あの、まあ、も当然、アレクさんは専門家ですけども、あの、専門家じゃないお母さんだったりとか、身内だったり、だからこそ、そうやってあの、そうやって聞いてあげるってことは、第一歩にはないでいくでしょうか。うん。うん あのそれでいいいと思いますよ、うん、だから分かってない人たちに説明していくっていうのは、うん、もう大事ですよね、スタートできる。うん